のメンバーでね、ワールドチャンピオンを取る可能性が出てきたな。私も暮れに車庫通りましてね、でちょっと本調子。ありがとうございます。まあ、また自分ちょっとゆっくりの人は、まず一発目走ってください。それで、ね、前はなかったよ。そんなの作った？うん、前後ろだけでね、前はこうねバッテンになっとったよ、こうペケに。昔タスキみたいなやつ。いやいや、だからそれがね、その写真が何やって、みんなよい。もういやらしいよ。いやらしいなお前。だって大好きやねんもう。あの不安ですか、何ですか？ファンです。え、彼女じゃないんだよ。ちゃうちゃうちゃう。で、70歳の60歳。60歳のからね、パソコン始めたんです。あ、パソコン？はい。それと、その60歳の時に、いや、その時にね、私の唯一の趣味がルアーフィッシングなんです。で、60言ってね、巨大な60センチの魚を、釣るのが60をアップする、釣り上げるのが夢でね、で、60としたんです。これ60じゃないな、60言うんです。はい、これでゼッケン60ください言うたら、いやもう60先客がおると、したがって前にゼロつけてください。そういう公約やった。多分な、山本さんのところにおられたんですか？加瀬君はね、私は何年おったかやったな。国際ビーグで。いやいや、もう普通のことで帰ったいって言うねんな。回って、オンでいいんですね。はい、なんか道路がなんか霞んでたような埃で、そうそう、埃で。すごいな思いながら。花が澄み。あの人は柏原さん来るって言ってました？いや、あ、言ってませんでした。知らへんのじゃ。今日は、動画編集しますから。ちょっとホコリが多いんで、あれですけどね。